<laughs> もはやマシンガンですけどこれやってみよう試しにこう何でもねあの自分でやってみないと見えない世界っていうのがありますのでまあ何でもやってみよう,うんさっきのこうザウリまでにはいかないけどもえまあ少なくとも JB とかマイケルが見えてた世界観スピード感っていうのはどういうスピード感なのかっていうのを <laughs> 実験してみます <laughs> はい じゃちょっと立ってください足踏みしますはい。で足を浮かせるかどうかっていうのはちょっとお任せします浮かせてこういう風うに踏むか,からちょっとこうつま先をついた状態かかとだけこういう風うに浮かせてこういう状態で踏むかっていうのをちょっとやりつつ自分でいろいろ試してみてください まずここから踏んでいきますけれども、えー、まず BPM320 っていうのをやるんでこのどん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 っていうタイミングでタイミング合わせて足踏みしてみてくださいはいじゃあちょっとしばらくいきまーす320よーいドンこういうことね はいお疲れ様でした <laughs> 休憩はあ、疲れたなと思ったら休んでいただいて大丈夫ですし全然いけるよっていう人はね <laughs> 体温めつつやっていただければと思いますはいじゃあこのまま段階を上げていきますはいじゃあ400いってみようよーいドン <music> これこれ、ね、<music> せー ああ,あ,あもう無理っていう人はちょっと休んでていただいて一応もう一段階だけやらせてください4ビートで撮る4倍の速さにしてるっていう感じなんで今ので本来普通の音楽の BPM100 っていうくらいの速さです400だからねじゃあちょっと余裕がある人だけ余裕がある人だけちょっとチャレンジしてみよう、えっと、480 120の4倍ですね <laughs> <laughs> もはやマシンガンですけど。はい、これでいってみよう。 <laughs> お疲れさまでしたビクトリー<笑><笑>じゃあちょっと休憩しつつ話進めますんで聞いといてください <laughs> はいえっ、ー、とまあ要するに16ビとトめっちゃハードだっつう話なんですよ <laughs> まあこれが分かればもう今日お疲れ様でしたっていう感じなんだけどまあ多くの人は感じれたとしてもね取れないつかめないつかみきれない わけでございますとで、えー、とビートそもそも何だったかっていうと白で心拍なんだねだからこれってすごい今多分みんな心拍数上がってると思うんですけど今バク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  <laughs> 頑張ってこう心臓心臓君が血液を送ってくれてると思うんだけどもう限りなくこういう感じじゃないですか。ちゃんとやっっててくれた人が今身をもってこの ってこう動かす体への振動体のこうバイブレーションでも感じることができたと思うし <laughs> 今心拍数が上がってバク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 って言ってるこのドク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 っていうこういうフィーリングがまあ16ビートって言えるんじゃないかなっていう音楽の中ではえとやっぱりみんなで共有するものみんなが気持ちいいっていう思えるところなんで

細かく感じる方が気持ちいいわっていう人はいると思うんだけど多くの人はまあやっぱそれは厳しいとつかみきれないとえいうところなのでまあこれをこのフィーリングだけいただきましょうとなので実際のえ取り方としてはワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォー4歩で取ってその間を今みたいな細かいフィーリングで感じようよっていう。 お話です、はい、だもんでこのビートを4分割する、えー、16のフィーリングの中でもものすごいハードなストイックな <laughs>、えー、16フィーリングとすごい柔らかなね16フィーリングってあると思うんですけどその強度っていうかな、はい、限りなくハードな方はもう <laughs> こういう状態 <laughs>。 と言えるし、えー、もっとソフトな場合は大きくとってそのニュアンスだけ、えー、いただくっていうか何パーセントか出すっていうようなイメージだと思います、はい、まあ、そのグラデーションっていうかね度合いがあるよっていうお話でハードなのが取れる人はあの本当にうらやましい、まあ、ダンスとかやってる人であればちょっと頑張れば多分日々のこのトレーニングとか、えー、やってるとだんだんこう安定して取れるように ななななっていいくものなのではないかなと思うでそこまでちょっと <laughs>、えー、身体能力っていうか運動神経悪いですっていう人はちょっとそのフィーリングだけなんとか今日つかめるようにしていきましょう。